で INTP ですね。 INTP、はい、主機能、うん、自分で最も気づいている機能を言います と、うんうん、INTP の主機能は内向の思考ですと、うんうん、N の T、うんうん、資料深く論理を重視する、うんうんうん、興味あることに控えめで、うん、距離を置いた態度で接する、うん、自分の世界を分析して管理する、うん、考えを組織立てて整理する、知性の部分を重視する、うん、独立しており人に頼らない印象を与える、うん、独自性があり創造性に富む、で型にはまらない、うんうん、でこの INTP の主機能で、ストレスにさらされた場合っていうのは反抗的で周囲に合わせなくなる、うんうん、落ち着かなくなる、うん、自己中心的で防衛的になる、うん、でこの INTP の、うん、補助機能ですね、うん、まあ、十分機能しているが自分でも気づきにくい機能だと、うん、まあ、外向直感機能ですと。直感というと S、 直感は N ですね、N、うん、外向の直感になるんですね、補助機能としては、うん、で、改革的で行動に移すことを重視する、うん、で順応的、うん、言葉が流暢、資源や情報が豊富、活動的で熱意がある、うん、親しみやすく愉快、うんうん、制約にとらわれない、早いテンポを好む、うん、でストレスにさらされた場合っていうのは注意散漫で衝動的になる、うん、非現実的な期待を持ち軽はずみで創造しくなる、うん、っていうのがこの INTP の補助機能ですね、うん、多分友達の前とかだと、うんうん、言葉が流暢だし、うんうん、すごいフレンドリー、フレンドリーだから迷うのは当然ですよ、うんうんうん、で、だから自分が一番意識してるのは内向的でっていうのはこう大勢の場だとそういう風に、はい、なので会社とかだととても静かで理知的でっていう部分が自分は認識してるんだけど、どっちだろうって迷うのは、いや仲いい友達とか家族の前だとすっごいよく喋るし、すごい早いテンポで漫才師かぐらい喋る、面白いこと言うしみたいなっていうところなのかなと。でじゃあもう一つの方ですね、 INTJ、 INTJ の主機能は内向直感機能ですと。で知識そのものを重視する、内省的、うん、内省的、うん、学術的なことに重きを置く、うん、概念や理論を好む、うんうんうん、やる気があるかどうかで評価する、物事の革新を見出そうとする、うん、物事の進化を重視する、形式を重んじる、物事の知的な部分を重視する、うんうん、とあります、うん、でストレスにさらされた場合っていうのが、うん、自分の世界に引きこもる、うんうん、その場から離れ無双にふけ頑固でよそよそしくなる、うん、っていう、先ほどの INTP は、うん、反抗的で周囲に合わせない、うんうんうん、反抗的っていうのと引きこもるのと反抗的、うんうん、で頑固で防衛、頑固と防衛的っていうのはちょっと区別は つきにくいかもしれないですね、うんうん、で INTJ の補助機能っていうのは、うん、外向思考機能です、うん、外向きの思考で、うんうん、INTP との違いは INTP は外向の直感だったが、うん、INTJ は外向の思考になりますと、うん、考えたことを行動に移すことを重視する、うん、議論を好み考えが豊富、うん、前もって考えをまとめ計画的に進める、うん、物事に対処するための決まったやり方を持っている、エネルギッシュ、速いペースを好む、合理的で分析的、表情が豊かで言葉が流暢、うん、気まぐれ、望みが高い、かっこ大志を抱くとあります、うんうん、でストレスにさらされた場合、周囲を見下したり横柄になる、うん、向こう水で攻撃的、ご都合主義になる、うん
とあって INTJ の方が若干きつい感じがありますね、うんうん、きついっていうと、あ、きつい、どっちもきついな、でも友達に対して、うんうん、あ、きつくなる、きつくなる、うん、TP の方は友達に対して軽い感じがしました、うん、っていうね、はい、はい、この MBTI は体系化されているのがこのシステマチックなんですよ、うんうんうん、とても、うんうんうん、それがこのカーシー博士との違いがですね、うん、とても面白くて、うん、愛さん分かりましたでしょうかと、うん、ちなみに体調って、はいはい、ご自身で自覚は何でしたっけ、X はやめたとして2つあって、はい、INFP INFP と ISFP INFP と INFP と、はい、ISFP、 なるほど、主機能は内向感情、うん、内向感情、主機能がね、うん、あ、 INFP も内向感情、そう、両方内向感情、なるほど、うん、で補助機能が違う、じゃあちょっと体調やりますね、はい、どちらも INFP も ISFP も主機能は内向感情、うん、なので思慮深く調和を重視する、うん、控えめで相手に敬意を払う、価値観や人を大切にする、芸術肌、内省的、うん、独自性があり枠にはまらない考え、うん、人に好意や需要をもたらす、敏感、うんうん、でストレスにされた時っていうのはイライラする、うん、怒りっぽくなる、うん、疑い深くなる、無責任になる、うん、タイプ Q が出てますね、うんうん、っていうのが ISFP も INFP も、うん、メインは一緒、メインは一緒で補助機能が、うん、ISFP は、うん、外交の感覚、うん、外交感覚ですと、うん、現実的で行動に移すことを重視する、うん、実践的、うん、頼れる、うん、力強い、細かいところまで行き届く、うん、エネルギッシュ、気さく、うん、いつどこで誰が何をなどの情報を抑えている、うん、緊張を和らげる、うん、でストレスにさらされた場合っていうのが、うん、配慮をなくす、うん、不親切になる、うん、ご都合主義、うん、っていうのが ISFP、うん、で INFP っていうのは、うん、の補助機能は、うん、外交の直感、うん、改革的で行動に移すことを重視する、うん、順応的、うん、言葉が流暢、うん、資源や情報が豊富、うん、活動的で熱意がある、親しみやすく愉快、うん、制約にとらわれない、うん、早いテンポを好む、うん、でストレスにさらされた場合っていうのは注意散漫で衝動的、うん、で非現実的な期待を持ち軽はずみで想像しくなる、うん、で私はこの ISFP を見ていて、うん、体調を見たんですね、 IS の方に、 S の方に、うんうんうん、要は速いテンポじゃないなとか、うんうん、親しみやすく愉快かと、うん、愉快じゃないって言ったわけじゃないですよ、はいはい、親しみやすいまではよく言われますけどね、はい、うん、愉快、いや気さくもあるじゃないですか、うんうん、気さくとか、はい、気さくは ISFP の方に書いてある、うんうん、まあ、これはもう捉えどう捉えるかなんですけど、うんうん、で言葉が流暢か、うんうんうん、INFP は言葉が流暢ってあるんですけど、うんうん、流暢とか早いテンポとかじゃなくて、うんうん、その頼れる力強いエネルギッシュ、うんうん、気さく、うん、緊張を和らげる、まあまあみたいな、うんうん、これ ISFP にいるぞ、うんうん、って僕は思ったんですね、僕もなんとなく S かなって最近はっていうのを思いましたと、うん、なんで体調はその外界への接し方は感覚、うん、感覚で接しているなっていうのがちょっと思った次第でございますと、うんうん、はい、すいません、なんかそっちのけでこっちで盛り上がってしまいました、はい、皆さんいかがでしょうかと、なんでこの愛さんに、愛さんに、愛さん本当ありがとう、はい、この INTP と今日は INTJ の違いをやりましたが、うんうん、この最後のとこの違いを、うん、あ、迷ってるの2つで何かをいただけると、うん、あ、分かりやすいかもしれない、うん、比較がしやすい、うん、っていうところでコメントありがとうございます、はい、テンさん、うん、ケールさん、INTJ と INTP は PJ 違いので外見が似てるので
中身が異なる2タイプですねと。 PJ の違いは心理機能が一つも一致しないんですよねと。そうなんですよねと、うん、なので今日この1枚目の PDF で見せた、うん、この外界への接し方っていうのがまるで違うよと、うん、J の人は INT のこの判断の仕方で接している、うんうん、で P の人は直感か感覚かで、はい、接しているっていう違いがあるよと、うんうん、いうのを多分天さんの方が詳しいですね。詳しいですよ。はい、愛さん、やはり自分一人では視野が狭くなってしまうので、うん、このようにお話を聞くことができて嬉しいですと、うん、まあ、お役に立てて、うん、お役に立てれば、お役に立てられれば幸いでございますと、うんうん、